舞台の上からすみません、次安来節バラエティなんですが、安来節保存会関西支部の有志という名目で、毎年里の会には、出させていただいていまして、誰にこう出てください出てくださいって声かけるわけでなく、今日は誰が出てくれるのかなっていう感じなんです。私もだから踊り手がいっぱいいたりいなかったりなんですね。でパーッと見た感じ、保存会の人がチラホラチラホラといるのに服を着て座ったまんまなので、なんでだろうと思ってるんですけれど、ぜひぜひ見てほしく出てほしかったなと思って、今関西支部で、私支部長させていただいておりまして、皆さんもぜひ安来節興味があったら入っていただきたいなと思います。はい、最初に土壌すくいをご覧いただきます。今日はね、若い男の子が、のぶくん、みとのぶ、のぶ、のぶゆきくん、みとのぶゆきくんですね。はい、踊っていただけるということで、はい、よろしく。女踊りの方もね、もうスタンバってくださっているので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。鼓もですね、鼓だけをうちに今日は来てくださっております、吉田真理さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。まだ喋れてることですので、踊りが終わりましたらね、いつも安来節の銭太鼓を見ていただいております。銭太鼓がね、落とせば落とすほどお金が落ちるということで、縁起のいいことということで許していただいて、はい、はい、頑張って皆さんでやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
踊り、女踊りと続きまして、はい、続いてゼミ太鼓です。ちてさん、お願いいたします。
皆様、どうもありがとうございました。大変迫力ありました。やっぱりな、プシュップシュッとさな、ね、綺麗があるね、うん、これ懐かしいな、懐かしい、燃え合わせんじゃん、時々孫が来てやってるわ。若い子やる。